どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は皆さんついにバンバン3のね公式のトレーラーが来ました。パチ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 いや今までねいろいろなファンメイドの動画を見てきたんやけど、今回は公式のね最新の予告編動画が出たみたいなんで、みんなと一緒に見ていきたいなと思います。バンバン3楽しみの人、高評価とチャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんやってまいりました。ついに来たよみんな。昨日ぐらいにちょうど出たんかな。え、てか1日で100万再生いってんのやばいな、このゲームやっぱり。ということで、ね、ユーフォリックブラザーズっていうのがバンバンのなんか開発者さんなんで、この人のチャンネルで最新トレーラー見ていきたいと思います。よし、じゃあみんな見ていこうか。早速、おわー、ちょっと待って、いきなり、ちょっと待って、いきなり、これゾルフィアスやんね、完全に。まあちょっとゾルフィアスかどうか分かってないんやけど、実際のところ、まあゾルフィアスって呼んでるんやけど、ゾルフィアスとスティンガーフリント、車だな。なんで車なんだ、車が。ん、ここ来たところって感じなんかな。ちょっと分かんないね、海辺やったし。あ、ナブナブだな、これは。ナブナブ。ちょっと一回ざーっと最後まで見てみようか。で、後で、ちょっと詳しく、ジロジロ見ていこう。あ、これ、バンバンじゃない？音楽弾いてる。お、なにこれ？なんかガジュマルの、ちょっと待って、なに？あ、待って！あ、ちょっと止めちゃった。止めちゃったけど、これなんか、手がスティンガーフリンやけど、俺スティンガーフリンになっちゃったってこと？主人公が。え、どういうことこれ？そうやんね、多分。自分がスティンガーフリンになってるよな、これ。あ、ドローンだ。ドローンはいい感じだな。あー、これは、今のはジャンボ女子かな。うわー、すげー。なんか新ステージ、お、なんだ？え、え？何今の？なんか今、発射してたぞ。あ、これは、多分あれかな？パズルゲームみたいな感じだ。これなんだ？誰だ？新キャラかな今の。ちょっとよく見えんかったな。ちょっと一回ザーッと見ていこうか。おー。なんかいっぱいパズル要素が出てきてるんじゃない？なんだなんだなんだ？うわ、でもギバニウムあるね、あそこに。何これ、食堂みたいなところかな。なんか新キャラとかも出てくるのかな、もしかすると。お、あ、これスローセニーヌだな。目がグニャグニャってなってるけど。うわ、何何何、バンバンが、待って待って、オピラバード乗ってるじゃん。お、バンバン、みんな、あ、さすがにみんな止めさせてくれ。新キャラいるじゃん、カンガルーだ、カンガルー。ハートも持ってるね、なんかステッキみたいな。あ、でも新キャラ1体なんだ。え、なんか服着せられてる。スティンガーフリンじゃなくて、え、キャプテンフィローズ。なんかめちゃくちゃ服着て可愛いな。新キャラ1体か。あー、でナブナブと、あ、待って、ナブナリーナいるじゃん。え、ファンメイドしか見てなかった。ナブナリーナ本編でも採用されたんか、これもしかして。何、スティンガーフリンだ。怖い、目が、いや、ちょっとじっくり見ていこう、みんな。まず最初はね、これゾルフィアスと、これは多分、車かな。で、スティンガーフリンやけど、なんかちょっとおもちゃみたいな感じなのかな、これ。なんかちょっと形違うよな、スティンガーフリンと。目の位置も違うし。で、ここだな。これナブナブやんね。なんか書いてたよね。あ、なんか今書いてたね。ロンリーって書いてるんだ。寂しいって書いてる。あ、泣いてるね、ナブナブが。なんかすごい涙流してる。ナブナブもまた出てくるって感じかな。これあれはね、キャプテンフィリーズの片目のめちゃくちゃ巨大なやつがジャンボ女子になってるって感じなんかな。ほら、ジャンボ女子ここにいるよね。ナブナリーナを倒してくれたからね、前回最後。ナブナリーナもどうなったんやろ。これは音楽を弾いてるバンバンって感じかな。でもなんか尻尾生えてるから、やっぱりちょっと悪魔みたいな感じなんじゃないこれ。尻尾が悪魔っぽくない？なんかこのバンバン。バンバン尻尾生えてないと思うから、もともとは。で、これは、なんかガジュマルの木みたいなところに、あ、トッドスターのジェイル。あ、保安官の、これだ。なんていうの？牢屋だ、牢屋。保安官が悪いやつ捕まえてきたら、ここに得られるって感じかな。ここ牢屋やから。で、ここよな、これ。これもしかして主人公が、スティンガーフリーになっちゃったってことかな。そんなことないか、さすがに。ちょ、どういうことなんやろ、これは。あー、で、まあまあ、ここら辺にいっぱいあったりとか、ジャンボ女子だ。これはなんかやっぱ子供が描いてる絵なんだな、ジャンボ女子とかは。おー、なんか、いろいろすごい場所だな、ここは。で、ここやばくない？ほら、ほら、なんか、ビームみたいに撃てるやんけど。これチートじゃん、これ。ドローン使わなくていいじゃん、もう。で、ここはパズルだな。これなんて書いてんだ？あ、リビットか。なんか、まあ、ゲコゲコみたいな感じだな。まあ、カエルの、あれだな。ドットスターがカエルやから、カエルの鳴き声みたいな感じかな。かわいい。
っぱでも子供が描いてるんだ。おー、でなんか広い廊下があったり、これなんか新しい施設だな。でここにまたギバニウム貯める機械があるから、またキャプテンフィローズをいっぱい集めるんじゃない、注射器で液体みたいなギバニウムを。おー、でここも新しい施設っぽいね。ここも食堂みたいな感じかな。あ、なんかここにあるね。早く読みたいこれでなんかさ、さっき見てたけどさ、バンバンがさめっちゃ追いかけてきてなかった？ここは違うか。なんかね、サムネではめちゃくちゃバンバンが怖い顔になってたんよね。あ、これこれ、ほら、なんかバンバン、ほら、やばいってこれ。え、バンバンいいやつじゃなかったの？なんかめちゃくちゃブチ切れてないこれ俺にでブチ切れてて、逃げる時にほら、オピラバードに乗ってるよね俺。どういうことなんだ。オピラバードって確か子供にしか有効的じゃなかったよね。でもあれ青色やったからまたちょっと違うかったっけ。で新しいカンガルーも可愛いなこれ。ここに口あるんだ。いやでもどういうキャラクターになるんやろ。でここでとんでもない巨大スティンガーフリンが出てきて終わりって感じか。やっぱこの目、この目前見たもんね。覚えてるみんな、この前回のオフィシャルトレーラー。これでほらいろんな目がいっぱい出てきた。これナブナブかなってみんなで話してたと思うんやけど、これジャンボ女子じゃないみたいな。これだ、これがもうこれ完全にスティンガーフリンの目なんだこれ。ちょっとね、目の形的にスティンガーフリンじゃないかなと思ってたんやけど、まあここ見るとまあどう考えてもスティンガーフリンだなこれは。いやー楽しみだなー、めちゃくちゃ。え、これさ、いつ出るって書いてたっけ今。ガーデンオブバンバン3いつ出るっけ。あ、書いてない、あ、書いてないんだ。いやでもみんな見て、この写真がこの動画のねサムネになってるんやけど、やっぱりなんかちょっと角の形とかも全然変わっちゃってるよねバンバン。だから悪魔みたいなパターンなんかな、バンバンが2体いるっていう感じなんかもしんないね、もしかすると。で明らかになんかちょっと角の形も違うし怖い感じするもんね、優しい感じではない。いやーでもどうなるのか、まあ、ここまでしかまだ出てないからね、ちょっと次も楽しみだな、どうなるのか。いやーよかった、みんなもねちょっと楽しみにしてたら高評価とチャンネル登録もよろしく。ガーディアンオブバンバン3もね新しいの出たんで、俺のねアイキャッチ、場面切り替える時のね数秒間のアニメーションを今までねワンタ君とサメ丸の使ってたんやけど、それもねバンバンと共に新しいの出来上がったので、みんなに見せていきたいなと思います。こちらです。ということで皆さん、新しいアイキャッチどうだったでしょうか。感想とかあったらねいっぱいコメント欄で教えてね。ということでじゃあ次はファンメイド動画に戻って、セールプレイタイムさんのね新しい動画がいっぱい出てたんで、こっちを見ていきたいなと思います。こっちはね新キャララズキャットとかサイクロプスとかいろいろ出てきて、バンバンがねすごいいいやつなんよね、こっちのガーデンバンバン3は。続き見ていこう。よし皆さん、やってまいりました。でこっちのね話はバンバンがすごい俺のこと助けてくれるよね、手伝ってくれるんよ子供を探すのに。じゃあバンバンと一緒にね、あそうだサイクロプスだ、サイクロプスに襲われたところで前回終わったんで、そこまで行こう。よしよし、ここで確かジェネレーターをつけるとサイクロプスっていうね新キャラが出てきて、バンバンが食べられちゃうよね。バンバン大丈夫か。あ助けてって言ってる、助けに行こう。ここからなんよね、ここからが新しいチャートなんで見ていこう。なんかいろいろ暴れ回ってるな、サイクロプスだ。これがねこっちの新キャラなんよね。サイクロプスさん行こうか、助けに行こうバンバンを。あなんだ、あキーカードだ。オッケーオッケーオッケー、サイクロプス話しなさいバンバンを、バンバンを話しなさいお、サイクロプスのミッション。サイクロプスは本を読むのが好きと、5つの本を集めてセカンドフロアに行こうって感じかな。サイクロプス本読むの好きなんだ、すごい知的な感じなんだ、なんか結構脳筋というか。いる、怖い。バンバン大丈夫か。本集めよ、本本集めて読み聞かせてあげよう、サイクロプスに。バンバン生きてるか、食われてたけど。バンバンいる、やばい、探してるって俺のこと。なんだあれ、大丈夫かな。いる、なんだ寝てんのか、なんだ今の、今一瞬いたけど寝てたっぽくない。こんにちは。あ、いる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 。バンバンはどこ行った？やばい。走ったらバレるんじゃないこれ。まずいよこれ。あ、本いっぱいこう集めるんだ。なるほどなるほど。なんか形が書いてる本を。あ、やばいいるよ。左にいるよ。あ、いるいる。バカ。あ、は。
目見えてないのもしかして。あ、やばい、走ったらダメなんじゃない。オッケーオッケーオッケー。あ、ほら言わんこっちゃないバカ続きも見ていこう。よし、やってきました。ここか、また逃げてるよこの子。バレちゃうって、バレちゃうバレちゃうバレちゃう、それ。バレたところからでいいんか。バレたところからもう一回やり直しって感じね。オッケー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 。さあしっかり今回は逃げていこう。絶対に勝つぞ。来るか、バンバン。生きてるか、ギリギリ避けながら。よし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 、走っちゃダメやからね、走っちゃダメ。おお、なんか、おお、なんかどんどん上がっていく。なんだ、新しい道ができた。あ、これで道ができたんだ。まだ全部置いてないけど、ここに三角の、よし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 、四角のそのペンタゴン取って。いいよ、どんどん配置していこう。サイクロプスどこいる、大丈夫。オッケーオッケー、そこ行こうか。オッケー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 、よし、いい感じいい感じいい感じ。バレてないね、まだ。あとは丸だけだ。やばい、いる。ルールを破るなって言ってるけど、ルールなんて聞いてないもんやばい、いる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 。でもやっぱり大きい音とか走らなければバレないんだ、このサイクロプスには。よしよしよし、ちょっとバンバンの行方がすごい気になるけど大丈夫かな。丸いやつ置いて、いいよ。よし、そっから上上がれそうじゃない。ダメか、もうこれで全部設置したから、あとは逃げれそうだけど。どこ、やばいよ、危ないよ。バンバンだ、2階にいるって。バンバン、バンバン生きてたのか。どうやってあの口の中から食われてたよね、大きな口の中に。バンバン、どうやって生き残ったんだ。バンバン、どこ。ここのね、話のバンバンすごいいいやつやから。よしよし、星置いて、いよいよ。あ、バンバン捕まってたのか、助けてって言ってる。分かった、ちょっと待って、どうやったらいいんだ。そこになんかボタンあったぞ今。頑張って、あるね、あるね、ボタン。頑張って、そこを押して。あと3つぐらいあったね、そこにもあるね。よしよし、サイクロプスまだバレてないよ。いいよ、いい感じいい感じ。あと1個。オッケー、早くしろって。なるほど、プッて押して、もう一回プッて押すんだ。オッケーオッケーオッケー、分かった、うるさいな今頑張ってんだから、こっちも。オッケーオッケーオッケー、よしよし、はい、こせ、よし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 。オッケーオッケー、うん、俺子供に会いたいけど。なんだそのイグサは、早くしないと見せてやらないぞっていうのか、子供に合わせないって感じ。あれ、全然いいよ。あ、あ、サイクロプス、あー続きが気になる。よし、みんな続きもじゃあしっかり見ていこう。これがね、一応ラストになってるんかな。よし、ここでバンバン、オッケーオッケー、逃げるぞ早く。やばい、来てる、早く早く逃げよう。オッケーオッケー、すごい走ってるババ可愛いな、やっぱ後ろ姿。行こう行こう、しっかり逃げて。あ、バカ、なんでそんなことすんの。よし、扉開けて。パパ、危ねえ、今閉じ込められたぞ俺、売られたバンバンに。そんなわけないね、たまたまやんね。やばい、来てる、早く。オッケーオッケー、うまいうまいうまいババ2階で会おう。オッケーオッケーオッケー、逃げろ逃げろ逃げろ。すごい迷路みたいになってたんだ。行こう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 、逃げるぞ。どこ行く、そっちでいいの。え、なんか合ってる、そっちで。それ何、なんか落ちてるけど。バンバン、やっぱ後ろから来てる。オッケー、あぶねー、よかったよかったよかった、ふう、よかったねバンバン。よし、ちょっと子供に会わせてくれ早く。一旦これで落ち着いただろう。いろいろ教えてくれてもいいんじゃないか。え、大丈夫、何、分かった、なんだ。オッケー、なんでバンバついてきてくんないの。ちょっと休憩するって感じか。じゃあ、あ、なんだこれは、お、オピラバード号だこれ。もう早速公式のバンバン3を撮ってるのか、もしかしてオピラバード号だこれ、多分そうやんね。てか1日前に出たのに。あ、バンバン、みんな見た今、バンバンがこれ闇落ちしてる。これ完全に悪魔化したバンバンだ。もう早速このゲームの中にも3の要素が取り込まれてるファンメイド早すぎるよ作るの
作るの早すぎない？オピラバード号もあるし、バンバン悪魔化デビューもあるし、いやちょっと楽しみだな次の話も、まあ、どんどんね悪魔化したバンバンの話もねファンメニュー作られていくと思うんで、またいろいろ見ていきたいなと思います。ということでこの動画楽しんでくれたり、バンバン3めちゃめちゃ楽しみだなと思ったら高評価とチャンネル登録、まだしたらチャンネル登録もよろしく。ということでまた明日、バイバーイ。